芯が燃えてしまい、オイルを足してもフリントを変えてもつかなくなったジッポーライターを復活させる方法です。芯の部分ウィックが完全に焦げちゃっています。一番簡単な方法をご紹介します。ニッパーやラジオペンチを使って芯をゆっくりと引っ張り出します。7ミリくらい引っ張り出したら黒く焦げている部分を切り取ります。芯が飛び出た状態だと火傷などの危険があるので、これくらいの長さにしてください。これで復活しました。芯ウィックは割と長めになっているので、数回はこの方法で復活させることが可能です。芯が焦げついて使えなくなったジッポーライターをお持ちの方はぜひ、お試しください。